エアセリーグヤクルト1対0広島、1日神宮。広島は、球団初となる開幕から2戦連続の完封負けで連敗スタートで、荒井隆弘監督の初勝利は、またもお預け。開幕から2試合、18イニング連続無得点は、1988年の阪神と並ぶセリーグ35年ぶりのワースト記録となった。 9回、ベンチで戦況を見つめる荒井監督。この日もホームが遠かった。ヤクルト先発のピーターズに対し、2、3回に西 2, 2塁の得点機を作ったが、あと1本が出なかった。7回は2番手石山に対し、先頭、秋山の左前だから西 2, 2塁としたが、最後はデビッドソンが空振り三振に倒れた。 8回は先頭、坂倉が右前だ。ダイソー上森を送ったが、続く小園が儀打失敗で、さらに二投失敗。開幕から二試合で二塁を踏んだのは4度で、二試合連続で三塁を踏めず。チームは昨年、セリーグ初となる開幕から二試合連続2桁得点で、球団最長体の開幕六連勝。 対照的なシーズン幕開けとなった。一方で投手陣は、先発のとこだが6回にアンダ無失点。村上に対して2打数二三振に仕留めるなど、6奪三振。オープン戦は3試合で防御率8.10と不安を残して迎えたが、復活をアピールする高騰を見せたものの、昨年7月13日の DNA 戦、松田、 以来の白星はならず。7回からワンポイントで登板したトネが、村上を2ロに仕留めたが、7回1氏から登板した3番手島内が、オスナに痛恨の決勝ソロを被弾と踏ん張れなかった。新しい解説。あまりにもひどすぎる。18イニング得点なしはカープだけなんじゃない。とこだがかわいそうやわ。 だって点を取ってくれないんだもん。打撃コーチが機能してないって。現役時代に実績がないし、そんなコーチが打てない選手にアドバイスできるはずがない。代打で田中や上も取って。それなら田村をスタメンで使うなりしてほしい。トネはワンポイントで、次の党内がいきなりオスナにホームラン。 嫌な予感がしたんだけどね。ああ。いつまで無得点記録が続くんだろうか。新しい解説。先頭打者か3回出塁して一度も進塁できずに試合終了。なかなかに珍しい野球だと思います。荒井さんの初勝利はアンツになるのでしょうかね。新しい解説。 手のひら返しがひどいですね。誰が監督だろうが今のカープに優勝する力はありません。こんなもんです。どんなに負けようが見守るターンがまだ数年は続くと思いますよ。まあいい加減コーチくらいは外部から入れるべきですね。打撃人成長もせず停滞や後退してる。 以前来てもらって実績ある荒井正弘コーチに通さ出てきてもらえば変わりそうですが、新しい解説。これだけ打てないと再配どころではないですね。打順の入れ替えだけでなく思い切って若手を使ってみたらどうですかね。結果が出たらしばらく使ってあげて出なければ入れ替えるを繰り返す。もちろん、 レギュラークラスも調子悪そうなら上本や道林や田中と変えてみる。うまくいかないかもしれないけど固定で調子上がるの待つより早く悪い流れが切れそうだけど。新しい解説。こんなひどい開幕に連戦だったが、せめてもの救いとしたら失点が多くないこと。今日もとこだは無失点なわけで。問題はいろいろあるが、 進歩のない中継人、代打の役割を果たさないベテラン勢、頑張ってもらうしかない。新しい解説。どうもわからんことが多すぎる。昨年ダメだったことが輪をかけてダメになっているよね。選手起用もうまいかないし。あれだけフライばっかり上げていたのに何の工夫もないし。バントはできないし。 これではしばらく点は取れないな。内容が悪すぎるよね。大事なとこで誰が出てきてもしっかり抑えるスワローズと、大丈夫かなと思わせるカープ。とこだを100球以内で変えてはいけないんじゃないかと思う。新しい解説。このような開幕戦が記録されたことは、 広島カープファンにとっては非常に残念であると思います。しかしながら、野球は1試合ごとに勝敗が決まるものであり、開幕から2戦連続の完封負けが続いている現状に悲観するのではなく、次の試合に向けて選手たちが一丸となって頑張ってほしいと思います。また、荒井高弘監督の初勝利がまたもお預けとなったことも残念ですが、 まだシーズンは始まったばかりです。監督や選手たちが今後も努力を重ね、成長していくことを期待しています。何よりも、広島カープのファンである私たちは、選手や監督たちが一生懸命プレーしてくれることを願い、彼らの努力やプレーを支持し続けることが大切だと思います。新しい解説。 昨年の阪神中日より得点期待できない感じだと、投手力がグリではないだけにしんどいシーズンになるぞ。まだ始まったばかりだけど、苦しいことには変わりない。まず、明日一つ取りたいところ。勝てば少し違ってくるとは思います。新しい解説。今年まだ二試合、放置さんこれがワースト記録。 ただ先発メンバーの組み方どうなんでしょうか。まず菊池一番はない。デビッドソンは未知数。その他メンバーが昨年と変わっていない。今年のカープは坂倉が軸だ。荒井さん、新しい選手をどしどし起用して、周りの雑音に惑わされず頑張ってくれ。